え、これエロゲだよね。とんでもなくダークな話してません。いやいや、全然待ってませんから。やべ、声が上ずっちゃった。それに俺なんかいくら待たせても構いませんので、はい。めっちゃ緊張してる。もう大げさなんだから。それでね、話したいことなんだけど。まだ周りにいる生徒たちを気にしてか、カンナ先輩が体を捨てくる。おお、なんだなんだ。周りに生徒たちがいるならなおさらその行為は危ないんじゃないか。っていうか、近っ。吐息が感じられるような距離で先輩が小声でささやく。臨海学校のことなんだけど、正直に言って今回の天道会ってあなたにはどう見えてる？やっぱそっち系の話だよな。主人公でさえすごく違和感に感じていたんだから、結構そばでずっと見ていたカナにとってはね、春日の今回の暴走っていうのが特に気になる場面だよね。臨海学校のことですか？そうですね。さすがに無茶しすぎかな、と。ともすると、下半身を刺激しかねないウィスパーボイスから身を守るようにそっと体を離して歩き始めた。もったいないけど、すんげえもったいないけど、このままじゃ話の内容が頭に入りそうにない。偉いな。ちゃんとね、相談事だなっていうのを察知して、相手の話を聞こうとしてるもんね。水着とかインパクトはありますが、時期も悪いですし、なぜこんな急に言い出した？っていうのもありますから。そうなのよね。小塚さんも水乗り君も反対はしなかったけど、違和感はあったみたいなのよ。俺の隣に並んで歩くカンナ先輩が、やっぱりといった表情でため息をついた。あのね、立脇君に相談してもいいかしら。誰にも内緒の約束で。怖いな、それ。すっごいありがたい気持ちにもなれるんだけど、なんか内緒のお約束って大抵口外したら殺されるパターンだからな。そしてカンナならやりかねない。先輩の顔は真剣そのものだった。相談なのに先に何も言わずに秘密を守ってほしいなんて、虫が良すぎるお願いなんだけど。襟を正し、姿勢を整える。さっきまでのだらしない顔を引き締めるために息を一つ吐いた。そういうことでしたら分かりました。ありがとう。あなたならそう言ってくれると思ってたわ。それで話というのは？ある女の子が春日ちゃんに相談に来たの。おや、第三者が出てきただと？春日の独断ではなくなってきた線が出てきたね。事情を聞いたらね、遠くの港町に離れ離れになってしまった母親がいるというのが分かったっていうお話で。はは、なるほどね。ちょっと察しがついてしまったけど、一旦置いときますか。深い事情までは聞いてないけど、離婚の際かなり強引に父親が親権を取ったらしいのよ。それで母親がすごく気落ちしてしまって、その子もすごくお母さん子だったみたいだから心配でたまらないみたい。さらに悪いのが追い打ちをかけて、その父親に最近新しい恋人ができたみたいで、居場所がなくなったって。え、これエロゲだよね。とんでもなくダークな話してません。父親ゴミすぎだろそれ。そもそも親権を奪い取る形ってのがやべえしな。しかも子供のこと考えずにさっさと自分の私利私欲のために恋人作りやがったよ。だから自主退学して母親のところに行きたいっていう相談だったの。ああ、そんな深刻な悩み事を相談しに来てくれたんだね。その子の事情をよく知らない俺が言うのもおかしいかもしれませんが、何も退学までしなくてもって思います。一緒に暮らすのは卒業してからでもできますから。どうだろうね。お母さんと一緒に暮らしたいっていう気持ちよりかは、今はもうなんかお父さんと一緒にいたくないっていう気持ちの方が強い気がするけどね。だから一刻も早くその場を離れたいみたいな。春日ちゃんもあなたと同じことを言って、その子もひとまずはそれで納得してくれたんだけど、どうやら春日ちゃんの中では収まっていなかったみたいで。あ、そっちが？女の子側が納得していないんじゃなくて、相談された春日側がね、本当にあの答えでよかったんだろうかっていう風に考えてるってわけね。なるほど、納得。天神平は特に弱者や困ってる人に対して前のめりになっちゃうような性格をしてるからな。臨海学校の予定先なんだけど、その子の母親がいる港町を予定にしてて。あ、やっぱそっち系なんだ。それでか。なるほどね。春日の裏に汚い大人たちがいるかもっていう仮説だったけど、そうではなく、一生徒、もう本当に一人の生徒の悩み事を解消させるために、学校の行事をわざわざ変えてっていう。いや、春日らしいっちゃ春日らしいけどね。ああ、それでですか。突然、あんな無茶なことを言い出したのも、時期外れの海というのも、すべてが繋がった。学校辞める辞めないはさておき、会いに行け。ちょうどそのあたりへの臨海学校を計画してたのだって。うわ、春日らしいな。男前な回答するじゃん。絶対後出しだったじゃん。
林間学校で行くつもりだったじゃん。でもそうやってね、優しい性格が出て臨海学校に急遽変更したって感じなんだね。その子に気を使わせずに合理的に母親に会わせるってことなんだろうけど。カンナ先輩が探索する。分かっているんだけど、といった表情だった。俺だって気持ちはよくわかる。天神だらのしようとしてることは、決して悪気があってすることじゃない。むしろ完全に善意の塊だ。だけど、全校生徒を巻き込んで、季節の合わない臨海学校を強行しようって部分は、やっぱり俺には支持できません。その子だって、悩みを悩みのまま持ち込んだだけなんだろうし、結局は自分で乗り越えないといけないのも分かっているはず。そうだね。相談して、やっと気づく場合もあるからね。あ、これは人に相談しても多分無意味だな。自分で解決しないといけないんだなっていう。それに臨海学校なんて、部分的な時期でね、無理やり母親に会ったとしても、その後でさらに会いたい気持ちが強くなるかもしれないしね。頭のいい天神平なら、そんなことは最初から分かっているはずなんだ。それを分かっててもなお、動くとか、全く、情に熱すぎるやつだよな。いつもの強引さで、その子にまくし立てる天神平が目に浮かぶようだ。ついでに海は楽しいし、なんて言ってたけどね。ああいう時の春日ちゃんって、とっても分かりやすいから。そうね、その事情を知っちゃうと分かりやすいなと思うけど、そんなね、まさか女の子が相談しに来てくれてたなんてことを知らなかったから、春日の暴走だと思ったけどね。ちゃんと芯がしっかりしてるというか、やっぱ春日は春日だったなって感じだね。その姿も目に浮かぶようだ。きっと必死に言い訳しながら、その子に伝えていたんだろうな。でも、そんな事情があるなら言えるわけない。か、え、そうだよね。女の子がそもそも罪悪感覚えちゃうっていうかね、学校の迷惑とかいろいろ被ってまでの相談事だったのかっていう風に思っちゃうからね、自分のせいでっていう考え方になっちゃうかもしんない。彼女のことを大っぴらにするわけにはね、本人も困らせてしまうでしょうし、だからあくまで臨海学校楽しいで勝ちたいの。でも無理かしら。無理やな、これは。ちょっとね、売りに出すにはパワーが弱すぎるね。今、俺が月下に肩入れしている最大の理由が、みんなに迷惑をかけてまでという天神平への反発が発端だった。あ、そうだね。そういえばそんな話してたね。だけど、こんな事情を聞いた上で、まだ自分の考えに固執するなんていう愚かな人間にはなりたくない。お、じゃあまさかのここに来て？公私混合している部分は確かにあるが、学園のみんなを笑顔にしたいという天神平の猫の部分は変わってなかったから、みんなの部分が今回はたまたまその女生徒の個人問題だったというだけだ。全く体は小さいのに熱いやつだぜ。小ささ関係ねえよ。でも臨海学校ではその個人だけになってしまう。それじゃあみんなが笑顔という部分とは成り立たない。なら臨間学校でありながらその女生徒も何とかできて、どちらも並び立つ方法。あ、なるほどね。折衷案。また折衷案か。トルコライス以来の折衷案ですか。むずくね。臨間学校先をその港町にっていう考えが真っ先に浮かぶけど、そんな単純な考えは主人公してないだろうからな。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。